京都市道大原花瀬線は、京都府京都市左京区大原から、京都市左京区花瀬に至る、主要地報道である。ほぼ全線未成であり、路線番号案内標識もない。花瀬峠トンネル早期実現を訴える、看板大原花瀬線の起点。日の湖付近の大原花瀬線の試行済みの、路盤大原花瀬線の共用箇所大原花瀬線の、 終点花瀬地域で要望されている急瞬で凶愛な花瀬峠を回避する花瀬峠トンネルの代替事業として進められた事業であり、若狭街道から桃井地域やほぼ矛盾となった大見地域を通り、倉間街道を結ぶ道である。京都市北部周辺地域整備事業として、大見地区に整備する自然公園と共に整備されることになっていた。 しかしながら、環境保護運動などにより計画が進まず、京都市の財政事情の悪化もあり、事業は休止中である。現状、起点から、大見付近までは、一般指導が指定されているが舗装されていなかったり、路面を流れ出した土砂が舗装を覆う箇所があるなど、あまりよく整備されておらず、登山道同然になっている区間もあり、大原から、桃井地区の桃井峠方面へ向かう道が分岐する。 日のコまで車で抜けることは非常に困難である。日のコ付近の既存の市道とのわずかな重複区間が共用されているほか、終点付近の2キロメートルが施行されているが、ゲートで封鎖されている。終点から少し国道477号を北に行ったところで、京都府道38号京都広川ら宮間線が分岐する。奇終点及び、経過値は次の通り。 主に北部周辺整備事業、大見地区基本計画参考資料によった。ありがとうございます。